ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、家の守護神がすごすぎる話を紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、宮内様だ。宮内様？神様の話なの？ああ、すごい神様だぞ。それでは聞いていただこう。別に怖くもないんだが、不思議だった話。うちの家では神様を祀ってあるんだが、別に神社とかではない。そこは、ちょっとした神棚とかじゃなくて、8畳の部屋をデカデカと占領する祭壇なんだ。小ぶりな米俵を積んだり、縄張ったり、酒瓶が並んでいたり、なぜかビールとかスナック菓子とか塩が、袋ごと置いてあったりする。なんでも、どこかの神社から分けてもらった格の高い神様らしく、うちでは、宮内様って呼んでる。神様を分けてもらうっていうのも、どうかと思うけど。で、昔小さかった頃、その宮内様に備えているお菓子を俺は食べちまったんだ。子供のすることなんで、隠蔽工作とか高度なことはできず、お菓子の袋をテレビの後ろに隠していたら、速攻でバレた。当然、親父がブチギレて、かなり長時間こっぴどく怒られた。それで、最後に宮内様に謝って来いということになり、俺は泣きながら離れに向かった。宮内様が祀ってあるのは昔の母屋で、現在住んでいる住居と渡り廊下で繋がっている。旧母屋は16畳の和室で、襖で8畳ずつに区切られるような作りになっている。宮内様の祭壇があるのは、入って襖に仕切られた奥の8畳だ。俺は宮内様に謝ろうと、いつものように襖を開けた。すると開けた先に、なぜかでっかいひげ面のおっさんの顔があった。あまりのことに俺が固まっていると、そのおっさんはじっと俺の目を見て、一言だけ、泣くな。って言った。声は結構若い感じだったように思う。まあ、当然、俺はさらに泣いて、両親の元に逃げ帰った。話を聞いたじいちゃんは、宮内様見たのか、と嬉しそうだったが、当時の俺はビビりまくって、ほとんどそこには近づかなくなった。別にたたったりしたわけではないので、今思い出すと、怖がりすぎて悪いことをしたように思う。あまり怖い話ではなかったので、予想外に反応があって嬉しいです。補足すると、宮内様には正式名称があるはずです。が、俺は忘れました。なんか難しい漢字が並んでいる漢字の名前でした。昔、一番詳しいであろうじいちゃんに来歴を聞いたのですが、もらってきた、もらってきた、としか言わないので、おじさんに詳しい話を聞いた覚えがあります。なんでも、祖父がどこかの神社の建て替えに多額のお金を出したらしく、その折に、うちでも祀るようになったとか、曾祖母の葬式の時にそこの神主の方が来て、おじはその時に話を聞いたそうです。祀るにあたり、格式ばった儀式のようなものはしません。せいぜい正月に餅を供えるぐらいです。ですが、毎食、膳は一つ多めに用意してお供えしています。カレーなどを祭壇の前に置くと素晴らしくシュールですが、うちを継ぐのは、いとこ32歳独王なのですが、すでに、俺は宮内様の嫁になる、とか言ってます。我が家で宮内様を見たのは、曾祖母と俺だけです。曾祖母の方は少し怖い話になります。あとはじいちゃんが、明け方に地鳴りのような足音を聞いたことがあるらしく、以来、宮内様は夜中に散歩していると信じて疑いません。そのため、家の門はいつも開けてあります。あと、少し前に、自分と同じサイズのスニーカーをお供えしてました。まあ、家族の誰もが認める、我が家の家長みたいなもんなんで、これからも大事に祀っていきたいと思います。地鳴りのような足音を立てる宮内様、やはりサイズは大きいようですね。元は一体どれだけの大きさだったのか。ところで宮内様は、あまり姿を見せないようですが、貴重な体験をされた投稿主を、いずれ後継ぎに、という話はないのですか？このままいとこさんが宮内様の嫁を続けたら、後継ぎに困ると思うのですが、曾祖母さんの体験もぜひお願いします。曾祖母の話がリクエストにあるので、知っている限り書いてみます。ちなみに、曾祖母は俺が生まれた時には孤児だったので、完全なまた劇になります。聞く親戚によって要領を得ない部分があったりするので、ちょっと大まかな話になるかもしれません。あと、後継ぎに関してですが、いとこが継ぐのは確定です。長男の長男ですから、もし子供ができなければ、俺の子か、それとも妹の子供が、養子として、継ぐことにはなるかもしれません。まあ、もともとその辺は肩書きだけで、誰も重要視してませんが、別に宮司の家系だったりしないので、宮内様を見たことはあまり関係ないかと。
付け足すと、俺には幽霊などを見る力はありません。虫の知らせや金縛りすら経験したことは皆無です。いわゆる心霊スポットに行っても、どうということは起こりませんでした。宮内様を見たのが唯一の不思議体験ですね。宮内様の顔については、あまりにも大きな目の印象が強すぎて、全体像はぼんやりとしか覚えていません。髪は生えていましたが、具体的な髪型まではわかりませんし、鼻などの形も曖昧です。ただ、そこそこ長いヒゲは生えてました。口のイメージがないのはそのためかも。パニック状態で長時間見たわけではなく、しかも小さい頃の記憶なので、〇〇に似てるとすら言えなくて申し訳ないです。では、いかに曾祖母の話を書きます。仕官として書けないので、悪文だったならご容赦を。曾祖母は、恋愛の末にうちの家に嫁いできました。それは当時としてはなかなか珍しかったらしく、また、我が家は、地元では有名な家柄だったそうで、誰もが羨むような結婚だったとか、家の人間も曾祖母の穏やかな人柄が気に入り、大きな問題もなく、輿入れとその後の結婚生活が続いたそうです。しかし、結婚して1、2年ほどが経ったある日、曾祖母の様子がおかしくなりました。暴れたり、奇声を発するようなことはなかったのですが、いきなり倒れるようになり、食事をしているのに体重が激減し、夜な夜な外を徘徊して、しかも本人はそのことを覚えていなかったそうです。さすがにこれは尋常じゃないということになり、いわゆる霊能力者に見てもらうことになりました。ここから話が一貫しなくなるのですが、依頼した相手は、九段の神社の神主さん、祖父の知り合いの拝み屋さん、お寺の人、と安定しません。その診断結果も同じで、昔先祖が迷惑をかけた相手に疲れた、犬神付きの家に妬まれた、狐に疲れた、山の神様に気に入られた、とバラバラの状態です。ただ、曾祖母の様子がおかしくなって、誰かに見てもらったのは本当だと思います。ちなみに、俺の実家は日本有数の過疎圏にあるんですが、犬神家系というのは結構あります。一種の差別用語なのかもしれませんね。そんなわけでお祓いを受けたのですが、様子は一向に良くなりません。そこで、藁にもすがる思いで、当時は、まだ神棚に祀っていた宮内様の部屋に、曾祖母を寝かすようにしたそうです。それから何日かした深夜、曾祖母は、ものすごい悪臭で深夜に目を覚ましたそうです。一体何事かと体を起こし、隣で寝ていた曾祖父を起こそうとしたのですが、起きません。どうしようかと考えていると、中庭で何かがうろついているのが見えたそうです。夏か何かで襖を開けていたのでしょう。それは猿のようなやつで、時々四つん這いになりながら、庭の中心にある岩の周りを歩いていたそうです。鈍い曾祖母も、今までの経緯もあって、ようやく状況がわかったらしく、震えながら息を殺していました。そいつはしばらく、同じようなリズムで、一定方向に岩の周りを回っていたのですが、突然、岩の後ろに隠れたところから出てこなくなりました。そして、少ししてから入った方から出て、つまり逆向きに歩き出すと、まっすぐに曾祖母の方に歩いてきたそうです。曾祖母は、必死に曾祖父を起こそうとしたそうですが、やっぱり起きません。そのうちにそいつは、軒下近くまで近づいてきました。もうダメだと思った時、屋根の上から、ものすごい毛むくじゃらの大きな手が伸びてきて、そいつをキュッと掴むと、あっという間に引っ込んでしまったそうです。それっきりそいつはいなくなり、曾祖母は恐怖から気絶してしまいました。次の日の朝に曾祖母の目が覚めると、かなり無茶な体勢で意識を失ったのにもかかわらず、きちんと布団に入った状態になっており、代わりに、宮内様の神棚は無茶苦茶になっていたそうです。曾祖父と曾祖父は、宮内様が守ってくれたんだと言い、それ以来、曾祖母の体調も元に戻りました。それから宮内様の祭壇は、巨大なものに変わったそうです。曾祖母は生前、よくこの話をしていたそうで、あの時、本当に〇〇の人間として認めてもらったんだ、としきりに口にしてたとか。以上です。まあ、俺を怖がらせようと脚色されていた部分もあったと思うので、できるだけ聞いた話の中から共通する部分で組み立てました。いろいろとすごいことになっている話もあるのですが、それはさすがに嘘でしょう。神棚がむちゃくちゃになってたって、その猿のようなものと宮内様が戦ったのかな？そうかもな。ひいおばあちゃんの体調が戻ったってことは、宮内様がやっつけたんだろうな。気を失っているひいおばあちゃんを、きちんと布団に寝かしてるなんて、紳士ね。泣いている投稿主に、一言泣くなって言うのも渋いよな。もっと泣かれたけどね。この動画をご覧の皆さんは、宮内様のような神様が家にいてほしいですか？ 1. いてほしい。 2. いや、結構です。 3. その他、よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。
それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。